はい、皆様こんにちは、かようまりのでございます。今日はですね、本当にコスパのいい勉強方法ということで、スタディハッカーというメディアに紀藤先生ですね、四角スクエアの創業者である紀藤先生が掲載されていた記事をですね、ご紹介させていただこうというふうに思います。紀藤先生といえば四角スクエアというですね、四角の予備校の創業者であって、経歴としても大変優秀な方、開成東大卒業で、弁護士の資格を持つということで、受験のプロと言われている方なんですが、この方がですね、本当にコスパのいい勉強法は何かということで、紹介していることなんですが、これは社会人に向けた内容でして、社会人といえば当然時間が大事なわけです。でそれにあたりですね、とにかくパフォーマンスを高く勉強していく必要がある。でパフォーマンスというのは質かける量ということで、質を高めるべき場合はまずどうしたらいいのかというと、それは過去問をまずは読むんだということですね。過去問から読んで、その資格試験のゴールを確認することから始めるそうです。で、アウトプットを重視した勉強法を取り入れることで、これは科学的にも、こっちの方が良いと証明されているということをおっしゃっていると。インプット1、アウトプット3の比率で、計画立てやっていくということでね、質の磨き方というのを紹介しているわけなんですね。で私はですけれども、実は過去問から読むっていう勉強法は、目から鱗というかやったことがなかったので、そういった勉強法もあるんだというふうに思いましたね。過去問から読むってある種ちょっと勇気がいると思うんですね。当然確かに合理性だけ考えれば過去問読むっていうのは確かにそうだなと思うんですけど、私は過去問を解いて解けなかった時のショックがやっぱり激しかったので、勉強してですね、その講義を受けてテキストを読み込んでやっと解けるぞって段階に行って過去問を開いていたタイプだったので、これは質は確かに良くなかったかなと思いました。でも私の勉強理論は質っていうのは量からしか生まれないので、量をひたすらやってたっていう感じだったんですけど、コスパのいい勉強法ですからね、ここで言うのは。それのためには社会人の方特に時間ないので、まず質を上げるっていう意味では、私のようなこの網羅的にとにかくやり続けるぞっていう勉強法は良くなくて、時間短縮のためにもまずは過去問から読んでいくっていうのは、非常にですね、効率的な勉強法なのかなと思いました。そして量の方ですね、量っていうのは当然イコール時間ということになるんですけれども、自分のできる範囲でですね、やっていくということですね。とにかく習慣化していきなりですね、ダーッと始めるとこれバテてしまうし、なかなか続かないもんなんですね、人間。だから徐々に増やしていこうということが、時間いっぱいですねやっていくコツなんだと。で質かける量でパフォーマンスを上げていきましょうということですね。私の場合はですね、私の場合の話なんですけれども、とにかく量に関しましては死ぬほどやっぱやりましたね。で最初からもうフルアクセルでやってったので、バテるバテないとかもう考える暇もなく、一日のこの時間はこれをもう全部やらなきゃいけないって追い込まれたようにやってたので、なかなかですね、紀藤先生のコスパのいい勉強法っていうのはできなかったんですけど、私はもうずっとそういう風にやってました。ただ社会人の方で働きながらやっぱやっていくっていう場合には、当然限られた時間の中でやっていかなければいけないので、そのためにはどうしていくかというと、こういった受験のプロの方がですねおっしゃるような勉強法を取り入れていくっていうのは一つですね、有効なやり方であるというふうに思いましたので、ご紹介させていただきました。紀藤先生の記事に関しましては概要欄に貼っておきますので、気になる方はぜひ、続きを見てみてください。はい、ということで、本日は以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。